教会博士は、キリスト教ローマカトリック教会において、聖人の中でも特に学識に優れ、信仰理解において、偉大な業績を残した人に贈られる称号を。古代世界において活躍した偉大な4人の恐怖は、早くから、教会博士と呼ばれて、尊敬を受けていた。彼らは1295年に、時の教皇ボニファティウス発生によって、 教会博士という称号を公式に受けた。また、先に挙げた4人を、西方の4大教会博士と言い,い、東方教会における、三つ成聖者を含めた次の4人の学識深い、聖人を、東方の4大教会博士という。16世紀になると、カトリック教会の中で、偉大な生成を示した神学者に、教会博士という称号が与えられるようになり、 現在までにこの称号を受けている聖人は35名に及ぶ。最近、教会博士の称号を受けたのは、1997年にヨハネ・パウロ2世によって贈られた、リジューノ・テレーズである。24歳で亡くなった彼女は最年少の教会博士でもある。2012年10月7日には、教皇ベネディクト16世により、アビラのヨハネ司祭と、 民間のヒルデカルト修道院長が新たに加えられた。ヒルデカルトは4人目の女性教会博士である。ありがとうございます。